小池健さんです。今ね大阪第2ビルを来てます。どこ行くのか内緒ですけどね、今から行ってきます。正面見えるのがねサシスさんなんですけど、寿司のたちのみだったかな。結構並んでてねいい感じになってますね。はい、まあ、今日行くとこはあそこじゃないです。で、はい、ね、来るたび、この駅ビルは迷子になるのが定例ですけども、お目当てのお店、本日は立ち飲み庶民さんですね。今から行ってみようと思います。無事ね撮影許可いただけましたんで今から、食べていきます。お造りのね3種盛りが届いてますんで今からいただいていきます。サバ、マグロ、サーモンと、ハマチですかねなってます。サバからいただきます。うめえ。はい、次はねマグロをいただこうと思います。マグロですね、上から見ると分かんないんですけど、横から見るとこちらね超肉厚の、マグロになってます。いただきます。いただきます。本当ねこの厚みのあるマグロ本当たまんないですね。自分のところでカットするからこれ可能なんですけど、本当に、美味しいです。満足度高いですね。美味しい。満席なんで秒速で食べないとあれですね。もう本当に大人気のお店になってます。カウンター1本、裏側壁面に、テーブルを設けてるんですけども、もういっぱいです。お昼です。アマチいただきます。花見さん、つけ割りとトマトお願いします。きゅうり浅漬けなんですけども、生姜がついてきて、ちょいちょい乗せながら食べるとお酒進みます。うまい。次はサーモンいただくんですけども、これねあのお造り全部分厚いっす。マグロが特に分厚いんですけども、他のお店のお造りと比べると 1.5 倍、ぐらいは、分厚くなってますね。3種盛りなんですけど、4種いただいてこの500円、めちゃくちゃ安いお値段になっております。相当うまいです。今現状こうテーブルにはオムレツ、つく、刺し盛り、きゅうりが並んでるんですけども、刺し盛りときゅうりだけで相当楽しめます。めちゃくちゃ美味しいですねマジで。はい、オムレツなんですけども、明太子を入れたオムレツいただこうと思います。明太子入ってますね。美味しそう。いただきます。はい、皆さん、お待たせしました。中の空めちゃ暑いです。はい。どうも。はい、はい、何やろこれ。ありがとうございます。焼いてる油が違うのか、お出汁じゃないと思います。これ油が通常の油じゃないんですね。ちょっと香りついてます。美味しい。ご自身頂戴いただきます。先にありがとうございます。ありがとうございます。庶民さんいただいてきました。めちゃくちゃ安くて美味しかったです。お造りが本当に半端ないんで、浅漬けも半端ないんで、あとオムレツも半端ないんで、この辺がねメニューになると思うんですけども、皆さんねそれよりもたくさん食べて、いろいろ楽しんでみてください。梅田の、第2ビルございますんでね、立ち飲み庶民さんよろしくお願いいたします。